皆さんこんにちは、あやのです。今日は日本語の初級編、日本語での日付の言い方、そして When is の表現についてお話ししていきます。この動画は基本的に日本語で話しますので、リスニングの練習にも使ってみてください。これから日本語を学びたいと思っている方、日本に興味を持っている方も日本語の表現についてお伝えしていきます。 JLPT を目指す方もぜひチャンネル登録をお願いします。それでは早速見ていきましょう。日本語で month のことを月と言います。そしてそれぞれの月のことを日本語で言うとこのようになります。1月2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、それぞれこのように言うことができます。そして次に日本語で date のことを日と言います。そしてそれぞれの日のことを日本語でこのように言います。1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、11日、この後は12、13と続き、その後に日をつけてあげてください。そして最後に20日、このように使います。そして20日の後は数字に日をつければいいので、21日、22日、このようになります。なので、もしあなたが January 1st と言いたければ、日本語で1月1日、このように言うことができます。それでは一緒に練習してみましょう。2月9日、5月7日、11月20日、9月12日、4月4日、そして最後に日本語で When is の伝え方についてお話ししていきます。はいつですか？ When は日本語でいつということができるので、はいつですか、このように聞くことができます。例えば Birthday は日本語で誕生日なので、このように言うことができます。あなたの誕生日はいつですか？それでは皆さん練習してみましょう。あなたの誕生日はいつですか？このように聞くことができます。他にもこのような表現を言うことができます。あなたの休みはいつですか？
休みは英語で day off なので、相手の休みを聞くことができます。皆さんいかがでしたか？今日は日本語の3つの表現についてお話ししました。この3つの表現についてもう一度確認したい方は戻ってチェックしてみてください。そして日本語を勉強し始めている方はぜひコメント欄の方で練習してみてください。私の方でチェックさせていただきます。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。